はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。出張全裸家政婦です。さあ本日なんですが、11月の1日より新リミットレギュレーション適用ということで、まあ、フュージョンデスティニーが3枚返ってくるんですよ。はい、でディアボリ機械とかも3枚返ってくるんですけど、これ出張パーツとして非常に優秀だという話が、ありまして、このフュージョンデスティニーという最強のカードを、まあ、3枚詰めるってことは出張パーツデッキがめっちゃ強化されてるってことなんですね。はい、ということで今日は、出張パーツのみデッキバージョン 3.0 こちら持ってきました。出張パーツのみを採用した最強、デッキとなってまして、出張パーツって結構やっぱいろんなデッキにね出張して、まあ例えばフュージョンデスティニーだったらデスペに出すとか、まあクシャトリラデッキだったらクシャトリラから動いて相手の誘発踏むとかね、いろいろできるんですけども、これを全部合体させてみようっていう、そういうデッキですね。で、まあ、今回入ってる出張パーツは、フュージョンディスティニーと、ブルーディー。あ、ちなみにブルーディーは結構ホルスとかとも相性良くて、ホルスで横並べてブルーディーポンって出すっていう動きもできるんで、なんで、これ結構相性いいのと、あと、クシャトリラ。クシャトリラは、ポン出しして、まあ、バースと、まあ、フェンリルとかで、まあ、制圧していったりするっていうことですね。クソデッキ抜けるし。と、あと、勇者。勇者はホルスとも非常に相性が良くて、イムセティのコストで水使い捨てると勇者ギミックに触りながら、ホルスできるんでめっちゃ強いというところ。と、まあ、あとは愚かな埋葬、あ、愚かな服装だ。愚かな服装と、架け橋。架け橋は、フィールド魔法持ってこれるんで、まあ、パライゾス持ってきたりとか、オーブの石液を持ってきたりとかできる。で、もう一個、スプリガンズ。これはランク8ができるテーマだと、スプリガンズエクスブローラー。と、ギガンティックチャンピオンサルガスを経由していくと、未来竜王が建てられるんで、まあ、未来竜王も建てるっていう動き、それから、まあ、アナコンダによるフュージョンデスティニーのぶち込み、この辺ですね。私この出張パーツをめっちゃ入れた結果、デッキがパンパンになりまして、ほとんど手札誘発がくっつめなかったっていう本末転倒が起きてるんですけども、まあ、一応ガンマだけ入れましたね。ホルスにはガンマ相性いいので、まあガンマだけ入れたんですけど、まあちょっと後手は頑張って手数でご利用していきたいと思います。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ああなるほどね、そういうやつか。とりあえず王の引き発動するわ。ちょっとゾウジーとか打ってくんねえかな。ちょっとゾウジーとかマジで打ってほしいな。王の棺の効果発動、ドゥアムテフぶち込みます。さあドゥアムテフの効果は発動して、あーオッケー、よっしゃ、ちょうららマジでやめて。ガンマ発動、ちょっとクシャトラユニコーン腐りましたねこれ。ガンマがぶち込まれて、うわちょっとうららだけマジでやめてください。うららだけ本当にやめてください。ちょここのゾウジーが通るとマジでうざい。あ DD クロー、なるほど。あオッケー、 DD クローいいや。あ DD クローいいです、了解です。 DD クローは全然オッケーです。で、ドゥアムテフ、ドゥアムテフ除外だと言ってえな、普通に。サイフレームギア、ガンマで、ドライバー出してきて、OK。ドライバー引いてないのも熱い。この出張パーツのみデッキなんですけど、出張パーツって結構ゴミが入るっていうのは割とあると思うんですよね。ドライバー、まあ、ドライバーはまあ出張というか、まあ手札誘発なんですけど、割とね、そのゴミが多くて、結構ね、ゴミをめっちゃ引いちゃうと、普通に手札がカスになるっていうのはあるんですけど、まあ、今回まあまあです。はい。一応王の棺引けてたんで、まあ一応ね何とか耐えてるよという話があって、でフルルトバロネス君が出てきて、で一旦王の棺の効果によってモンスターを、まあこれホルスモンスターはね一応なんか引いてでもまあ王の棺引けてれば割と手札コストなくバンバン落とせるんで、まあ強いは強いですね。はい、でハーピー、はい、でレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ、スプリガンズシップエクスプローラーを特殊召喚。さあエクスプローラーが特殊召喚され、でエクスプローラーの上に重ねてオーバーレッドを再構築。ギガンティップ、ギガンティップってなんだ、ギガンティックチャンピオンサルガスバックタン、でギガンティックチャンピオンサルガスの、あこれもちなみに出張パーツですから実質。でタリホースプリガンズを持ってきて、タリホースプリガンズをぶち込んでいく。これなんか、なんとかして、ユニコーンアドバンス召喚とかできないかな。いや、まあそんな余裕ないか。で、素材を2個外して、デッキから、スプリガンズキャプテンサルガスを持ってきて、そして、タリホーの効果によって、さらに、自分の墓地の出からスプリガンズを特殊召喚。現れるスプリガンズシップ、エクスプローラー。そして、スプリガンズチャンピオン、サルガス。さらに、ギガンティックチャンピオンサルガスの効果によって、
して一応戻して戻さなくてもあんま関係ないのこれ。これ先に戻し出しといたらあれか、戻す意味あるか。一応救急なんていうことで。マコトラ破壊されちゃうとね、あの王の棺が次のターンはずあのなくてコロスが出てこなくなっちゃうみたいなのあるんでね。で未来竜王ホープを爆弾させていく。でこれ発動、これ先に出しときゃよかったな、これミスったわ。王の棺発動で、王の棺のがあることによってホルスがめっちゃ出てきて、めっちゃでもねえか、もう2体しか出てこないわ。これはまあギガンテックはもう使ったからここで行くしかなくて、でギャラクシー出して一応クリフォトンを、持ってきつつ、モンスター効果、モンスター効果向こう2回と、まあ、何でも向こうが1回なので、結構強い盤面ではあるんですけど、これ結構勝ちじゃね。もう相手が4枚しかないよ。これ打っちゃうよ。ギガン、ギャラシーアイズ、フォトンロード打って、クリフォトン持ってきて OK。 これはだいぶ強いですね。手札があと相手4枚しかないんで、4枚のうち3枚見込みできるんで、まあ、大体勝ちなんじゃないでしょうか。出張パーツだいぶ上振れるとね、あの妨害めっちゃ良いできるから、この盤面を処理しましょうだけマジでやめて、名誉結界派みたいな。あー、OK、いいよ、パドラ OK、 あー OK、 はいはいはい、OK です。これは出てこれない方がいいので無効にしましょうか。これ禁じられた人しずくだっけ、マジでやめてね。金敵とかいうさ、激キモカードだっけ、マジでやめて。金敵やったらワンチャン、これまくられるか、いやまくられないか、いや妨害数が多すぎて多分金敵でもコストなんて足りないとこたわけ、まあ、だからフォートモード打ってないとこうか。さあこれ多分無理じゃねえか、金敵引けだったら無理だろう。わ三元素きたまあクリフォトンでワンキル封じることできるしね。そして三元素、三元素がやれんそーら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 ん、三元素、三元素、フルールドバロネスの効果発動、三元素は止めざるを得ないので、これになんか恨みあります、ないですよね別に。これ金的やったら打ってると思うんだけど、いけバロネス、三元素がいう激モカード破壊するんだ、バリーン、よし OK。 であと1枚がわからないけど、もう1枚はあのチュンなんで、いやもう多分これ展開できないんじゃないかな、多分勝ったと思う、やめろ、もよっしゃー、出張パーツ飛びデッキ最強。いや王の棺来すぎ、王の棺無限に来る王の棺無限に来る、やばい、金満で謙虚な壺、はいどうぞ。法要、ディバイナー、うらら、わかんない、多分粛清かな、多分粛清だね、おそらくだけど、これは何を持ってくる、うわ無限法要持ってくるのが初動あるってことか、なるほど、これはつまりね手札強いの宣言ですね、これこれ手札強いの宣言ですね。龍剣鬼サフィラ、いやーこれちょっとやばいかな、普通に全部あの分回されるね。粛清なる守護者ローガーディアン、はい、でサフィラ効果か、ローいんのかな、まあでもローいるからこの動きしてんだろうな、粛清なる祈りから、まあ、多分これローがリリースされてローが墓地から出てきてみたいな動きでしょ。ああそういうことか、なるほど、ローではない、ローガーディアン、はい、これさもうどうせ効果無効にされるんだからさ、これあれじゃねえ、これ先に出してないんじゃん俺、これさ実はまあこれサーチされんじゃん、でこの後ですよね、これ処理後これもう出しといて、これ出したらあの無効にはされないから、一応これであの勇者ギミック次のターン打ってグリフォンライダー構えとけば無効が絶対に最初から打てるから、結構相手のローガーディアン牽制できるっていう説あるね。デクララディバイナー効果、はい、ディバイナー持ってんのかい、ディバイナー効果、もしかしてこれヌトロスとか怒られないよね、おマジかよおマジいった、でもこれローじゃあどうやって出力すんの、あでもそれか、そうか、うわー俺のクリフォンライダーがくそ出したらミスだったから、でも出しといたら次のさターン結構強めに動きたと思うんだけどな、マジ
おい、ちょっとふざけんなよ、お前。手方強くねえか。うわ、マジスカロックンロールなんだけど、これ。うわ、最悪。めちゃくちゃ、グリフォンライダーただ失っただけのおじさんだったわ。グリフォンライダーをただ失っただけおじさん来た。うざすぎる。ドロー。救いの駆け足。はい。まあ、弱くはないですね。まあ、手札は弱くはない。ので、まあ、一応ちょっとイムセティの方が使って、で、水使いを持ち送って、まあ、無限法要と多分これ、なんだっけ、破壊するトラップ。なので、まあ、破壊は多分なさそうな気がする。あ、OK、これ通される。これ許される。で、ドローする。はい。これ、あれか、王の棺を爆破してしまえばいいんじゃないかっていう理論か。で、水使いの方によって勇者トークンが生まれる最強のカードを持っていきたい。許された。一応、ドラコバックが、装備できれば、相手の盤面剥がせるんで、まあ、グリフォンライダーはいなくなってしまいましたが、まあ、一応ね、一応ね、役割は全然ありますから、グリフォンライダーがいなくなった後でも、一応勇者はね、トークンでドラコバックを装備して、相手のカードをバウンスする役割がありますんで、まあ、別に弱くはないですね。はい。で、運命の旅路を発動。さあ、運命の旅路を発動し、さらに王の棺の効果を、発動。さあ、王の棺によって、この王の棺止めてきそうな気がするんだよな。どうだろうね。あ、そうだよね。やっぱ王の棺があったらホルスが出てきちゃうからっていうことで、これ多分止めてくるでしょう。はい。で、王の棺をもう一回発動して、で、はい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 、よし。あ、来た。王の棺引きすぎてたけど、これ3枚あったことが生きたかもしんない。おらーおらー、防火が来たか。これ王の棺の効果を使っていいな。王の棺の効果発動。救いの駆け足を墓地を送ることにより、救いの駆け足の効果もさらに発動していくぜ。救いの駆け足の効果によってフィールド魔法を持ってくることができちゃうよーん。さあ、砲撃中コバルトイーグルと、オーブの石液をサーチングして、OK。で、王の棺の効果により、まあ、これはまあ全部送る予定なんですけど、まあ、一応、打点が高いドゥアムテクで、まあ、あれなんですよね、ローガーディアンは本当にね、鬱陶しくて、あれ、打点4100あるんですけど、効果で除去すると、なんかその祈りの効果によってもう一回出てきちゃうんで、なんで、それは絶対に阻止しなければならない。で、ホルスの黒炎神を持ってきつつ、コバルトイーグルをデッキに戻し、で、自分の墓地から一応イムセティを特殊する。こうすると、運命の旅路の効果によってさらにカードが1枚増える。強すぎて草いけるよ、これ。マジでいける。で、ホルスの黒炎神の効果発動。黒炎神はホルスと王の棺がある場合、手札コストをぶん投げて相手のカードを1枚墓地に送り、さらに王の応募があると1枚ドローできるんだけど、何でもいいか。これちょっとモンスターをしょって、で、石液でワンドロー、ドラゴバック装備。いや、これ強いですよ。非常に強い。やってることはマジで王の棺3回発動してるからね王の棺3枚発動してるから俺。うわ、今一番やられなくちゃ。では、ですね、ドラコバックで、後ろ戻しって、多分これ後ろ無限紅葉な気がするんだよな。さっきサーチしながら。なんで、多分これ無限紅葉で、OK。で、そしたらあとはもうひたすらにホルスを墓地に叩き落としていきましょう。ひたすらっつってももう言うてあと2枚しかねえか。で、こうして、はい。で、さらにこうして、はい。OK。で、あとは、とりあえずホルスモンスター全部出して殴ります。脳死、ホルス全員集合。うわっ、ドラッ、てい、うわっ、ドラ、いけ、おらドラー、4800バトル、いけい、ドラムテクの攻撃。てめえのモンスターは戦闘で破壊すれば何も起きないことは知っている。そしてこれは効果得る2900打点高いからな。よし、
さらに2000ダイレクト、2500ダイレクト、イブセニーでダイレクトアタック4つ王の棺3枚引き最強。デカポプルス、デカポプルスくんさ、なんかそのメイト、なんかメイトみたいな顔してんだけどさ、デカポプルスいつ実装されるの？マジで遅いんだけど、もうデカポプルス来る前にポプルス制限になったか？絶対におかしい。ノーパンツセアミン来た、ノーパンツセアミン来た、ノーパンツ、ノーパンツセアミンからノーパンツフォクシーね。はいはい、オッケー。でノーパンツフォクシーチューンによって、リッカリクルート、あーこれランク3ムーブですね。多分これゴブリライダーかなんじゃないかっていうことは、パンクパンク、あーそうですね、ゴブリンライダーオッケー、いいでしょう。ゴブリンライダーもなんか先日のね、あの YACS とかで優勝されてたんで、めちゃくちゃ強いですね、もうこのライゼオル環境で。まあ、やはりあの相手がエクシステーマであったらある程度やれるっていう話なんでしょう。後手からもね、やっぱゴブリンライダーって結構特殊召喚できるんで、あの素材を使えば、まあ、ライゼオルの素材は結構引っこ抜いてね、あの特殊召喚するの結構強いですからね。ほんとゴブリンライダーってめちゃくちゃいいテーマだよ。何でもできるんだ、ほんとに。イゾルで、ほらイゾルでみたいなことできるんじゃん、これ。何でもできるの、ほんとに。本当に何でもできる。さあ、イゾルでの効果を発動。装備カードを3枚か。なるほどね。3枚墓地に送ることによって装備カード3枚入ったらね。ビリューの剣。うわ、出た、これビリューの剣出てきた、やばいか。ビリューの剣、でもビリューの剣ってことはあれか。これ、テルダに引いちゃってんじゃないこれ。多分さすがに、あの、コリオの剣出した方が強いから。え、あ、そうなの、あ、そうなんだ。コリオの剣入ってる。これ2枚ドローしか強くない？なんか相手ハンデスされたらワンチャン、なんかティアラメンスだったらワンチャン起動されてやばいこと起きたりしないのかな。これハンデスよりも多分2枚ドローの方が強いぞ、先生。多分ですけど。はい。で、2体で。あ、リプロドクス。リプロドクス？リプロドクス、なるほど。リプロドクスの効果発動して、なんか知らない展開来た。地属性。はい。なるほど。メタトロニオス出ました。なんか種族とか属性とかが同じやつ出せるみたいな。え、やばいやばいやばい、なんかやばいのできた。いや、まあでもそれ効果は無効だよね。異性の最終戦士君は効果が無効になっている。で、悲願の天使、黒天使ケルビーにメタトロニオス君は、表側のモンスター対象にとって相手フィールド上の種族属性攻撃力のうち2つ以上が対象モンスターと同じやつを出せるよと。で、ケルビーニでファーファレル墓地を送って、ファーファレルでイーステンの最終戦記除外。あ、やばい、これ帰ってくる。あ、やばい、これ帰ってくるな。これやばいぞ、これエンドフェイス、これ帰ってくるぞ、あいつ。しかも効果が有効になって、まずいかもしれない。あいつしかもなんか、異性の最終戦士除外して自分だけ展開しようとしてる。やばいかもしれない。その意味はユニコーン、ユニコーン。アクセスコード動画だと。何？何？だーに？やばい。ちょっと待って、これ次のターンこれ殴られたしない俺。異性の最終です。やばい、効果有効にやってる。やばい。まずい、効果有効になってる。わかん。このカードが存在する限りお互いにモンスターを召喚、特殊召喚をすることができない。何したらいいんだよ。お前せっかくフュージョンディスティニー引いてるのに打たせろや。バカが。王の棺発動。でも発動したところ で出せないんですね、モンスター。クソったれがよ。なんだよこの最強デッキ。異性の最終戦士メタトロニオス、天才じゃない。